この動画を最後まで見るとあなたもギターの楽しさがわかる。リジョイス。はい、どうもこんにちは、サバンドへようこそ。レンです。リジョイス解禁されました。カイトです。こんにちは。ついに全部ギター。全部ギター、ちゃんと一通り最初からつなげて、前の曲も全部含めて、ミックスナッツからソウルスープの流れ大好きだった。ああ、いいですね。ギターもちろん。もちろん。あれ、最初のファインダーって曲、あのエディトリアルの一番最後の曲のつながりらしいです。へえ、面白い。そういうことなんだ。じゃあつなげて聞くと、そう、完成する。てんてんてんって言うんだよ。なんか聞いたことあんなってめっちゃ思ったの。全然全然。それこの後ぜひ聞いてみてください。それ意識して。はい。じゃあもうエディトリアルからつなげてリジョイス全部聞けばいいんだ。あ、もうエディトリアルも全部聞きます。そう。順番にね。そう。順番に全部聞いてつながった凄さをちょっと体感してほしい。はい。してほしい。俺してないけど。はい。で今日は、新アルバムリジョイスから、ゲットバックトゥ人生。ああ。ヒゲダンっぽい曲だったね、俺の中で。めちゃくちゃヒゲダンっぽい曲、でこの曲あのギタリストみんな好きだと思うんですけど、もうすごい嬉しかったんですよ俺は。ギターがいっぱいいて、いやギターがいっぱいギターがいっぱいいるそう、まあ言い方はあれだけど、小澤さんが遠慮してない、ああそう、そういうイメージ、そういうイメージ。ずっと謙虚だから。そう、全然謙虚じゃなかった今回。あ、本当。うん。ちょギター分析楽しみ。はいはい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムの Get Back to 人生のギター分析動画、早速レッツゴー。この曲なんですけど、もう弾いてて絶対楽しい曲なんですよ、ギタリストは。で、そのギターのあの面白さの一つである、音を簡単に切り替えられるっていうのに、音を簡単に、あ、足でカチャッ。そう、あのギタリストって小笹さんもあの足元にエフェクターってやつを置いてあるんですけど、簡単にこういうもの、これがエフェクターっていうやつで、このスイッチをまあ足で踏んで押すんですけど、こういうのを押すと音が切り替わるんですよね。クリーンとか、あ、じゃあこのクリーンとかも、そうエフェクターの音になる。そう、エフェクターを通した音になる、で、多分小笹さんこれ、まあ、俺は今3つだけのやつなんだけど、多分10倍ぐらい使ってると思うんだけど、もうこれを切り替え、どこのポイントで切り替えてどういう演奏をしてますよっていうのを、今回ちょっと教えてみようかな。へえ、面白、はい、切り替わりポイント、はい、知りたいわ。で、曲調もファンクベースだとは思うんですけど、弾き方的にはロックの弾き方だったりポップスの弾き方だったりファンクの弾き方とかも切り替えてて、その音色と一緒にその演奏スタイルとかも結構切り替えてる曲なんで、そこも一緒に説明しようかなと思います。はい、はい、でも早速流していこうかと思うんですけど、ドア玉、ロックのオクターブ奏法、オクターブ奏法、ダー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 ってやつ、一回の聞きましょうか。はい、はい、じゃあギターのオクターブ奏法に注目。いこ、ほっ、早い、はいはいはい、早いよ。もう今回このスパンで切り替ってかんない。そうだ、いやもうそう、それくらいめちゃくちゃ細かく変えてるんですよ。え、オクターブ奏法はどういう音なのこれ？ダー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 。オクターブ奏法っていうのはララ、そうバカーみたいな感じで、こうピアノで言うこれ。そう。ああ、そういうことか。え、それはエフェクターでやってるの？じゃー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 。エフェクターはその音ね、このジャーっていう音を、オクターブ奏法っていうのは弾き方か。そう。じゃあ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 の音は今この音でやってて、そうで結構歪んだロックの感じ、今0秒からオクターブ奏法で始まって、次のあの秒数2秒、2秒で切り替え2秒で2秒ガツッと切り替えます。はい、はい、で2秒からはファンキーなカッティング、ファンクの要素、でワウプラスフェイザー、フェイザー、はい、プラスなんならギターのマイクも変えてます、マイク変えるってこと？ギターには、ギターには3つマイクがついてる、まあ2つのものもあるんですけど、小笹さん今回の曲は多分2つか、2つついててそれの組み合わせとかでやるから、マイクがいくつかあるんですけど、最初のオクターブ奏法っていうのは一番リア、後ろのマイクですごいキレがある音なんです、
で、フロント側っていうのはモコッとした音になる。モコ、そう、なんか肺が削れる丸い音っぽい感じ。そう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 、尖ってない音になる、うん、で、最初のオクターブ奏法は絶対リアで弾いてるんですけど、うん、じゃあ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 って足まってんの。そう、チャンパンキッてやってる。やばで、しかもワウペダルっていうのも使うから、うん、さあ大変ですよ。一人で2秒間手足足2秒経った瞬間にもはや一人でやってるか分かんない、ここまで誰かが裏でその音切り替えてる可能性とかはある。まあそこは一旦置いといて、うん、じゃあ今度その2秒でファンクなカッティングを、うん、フロントマイクなおかつワウペダルかつフェイザー、うん、はい、聞いてみましょう。切り替わった音、もう最初から流しちゃっていいかな、うん、じゃあそのジャー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 がロックな音で、うん、そっからファンキーに切り替わった感じを、はい、注目して聞いてみよう。いくよ。ほっ、あー、もうめっちゃ全然違う、うん、もう世界が変わるね。あの軽くなったプラスちょっとその荒削り感がなくなった感じ。うん、うん、まあロックじゃないですよね、これ。違うね、ね、弾いたね。いや、ギター、エレキギターって、うん、こんなことが簡単にできちゃうんですよ。うんうんうん、1、2、3で、まあ、手順は割と大きいですけど手順は2秒でいくのはすごいね。そう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 、で、それができるからこその、うん、この楽しい曲、うん、アッパーなすごい、うんうん、いろいろできる、ヒゲダンっぽいし、うん、すごい小笹さんっぽくもある曲だな。まだまだいきますよ。まだこっからまた変わっていくの。変わりますよ、はい、で今度は演奏は変わんないんだけど、うん、このカッティングのままなんだけど、ワウとフェイザーっていうのを抜いた音になる、うん、それが18秒から。え、フェイザーの音はどんな音なの？ワウはまあワウワウじゃん。ああ、そうそう、フェイザーね、あの、うん、聞かれると思ってちゃんと調べてきました、うん、お、はい、どうぞ。フェイザーの音、位相を周期的に変化させた音を重ね、うねりを付加するエフェクト。ああ、そういうことか。ちょっと意味わかんない。何言ってるか意味わかんない。フェイザーの音が分かりやすい動画、はい、あるんで、じゃあこれもはい、一回まあ音だけね、うん、はい、うねり感ね。最初はオフの状態で弾いてるのが途中でオンになります。はい、この近くです。なんか違うフランジャーみたいな。まあそう、似てる似てる。フランジャーっていうのはみたいな、その、うん、音の遅延を利用して同じような効果を。ああ、そうなんだ。これは重なりを利用してんだ。そう、位相のズレらしい。なんか深くは、うん、まあいい、うん、まあ、こういうもん、こういうもん、こういうもん気になる方はもうなんかググったり YouTube 検索。おしゃれになるやつです。はい、あの、はい、買ってみてもいいんじゃないですか。ああ、試してみる。そうそういないと思うからで、18秒でこのフェイザーとワウがいなくなったカッティングの音に注目。はい、はい、はい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 、うん、全然ストレートになった。そうそうそう、全然雰囲気もおしゃれさはあったね。やっぱあ、ファイザーだっけ、フェイザー不思議な感じになるワクチン、コビットなんちゃらかんちゃらのやつですなっちゃうから、やばいやばい、言っちゃダメ。フェイザーね、はい、フェイザーがあるとおしゃれ感増すね。まあ不思議な感じですよね、うんうん、まあそれがバツッと切れて、そのシンプルなカッティング、うん、これはこれでめっちゃかっこいいじゃん。かっこいい。まあまずこれも、うん、音色の変化ですよね。また切り替えてたら足でカチャッと。そう、まあ今度はオフにしてるって感じ、うんうん、で次はおめでとうございます。52秒。おお、やっとすごい。ミュートをしながらベースのユニゾン弾いてる感じ、うん、これはね、うん、ちょっと聞き取れるか分かんないんだけど、うん、まあ一回流してみます。ベースと一緒に弾いてんの。そう、ベースと同じ音を弾いてる。でそれはもう切り替わった音でやってる。結構その今度は歪んだ音でミュートしながら弾いてる感じかな。じゃあ、まあ、聞こえるか分かんない、これに関しては。切り替わりに注目して聞いてみよう。いくよ。聞こえない。これはまあ聞こえないか。ちょっとベースが主張してきてる。主張してきてる。そうそうそう。その手前はベースだけなんだけど、うん、ちょっとねザラッとしたノイズみたいなのが乗ってくるんですよ。こっから52秒から。だからなんでギターも絶対いる。うん、でもほとんど聞こえない。うん、なんかベースのサポートをしてるってイメージ。そう、味付けみたいな感じで、うんうん、ベースの、まあそうですね、なんかノイズ、ギターとしてノイズを乗せてるみたいな、うんうん、まあ一応言います。はい、はい、で次は1分8秒、うん、はい、すまねここはね、うん、今度は綺麗なクリーンで
じゃーんってやって、ここでクリーンが出てくる。そう、うん、もう全然違うじゃん。また足を切り替えて、切り替えて、すぐ何回やんだろうそれ。じゃあ綺麗なクリーンの音に注目、いくよ。ほこれぞ、これぞクリーンになった。そう、これは分かりやすかった。そう、歪みとかのエフェクターを抜いて、空間系だとちょっと入れてると思うんだけど、リバーブとかそういう長めの音が長く聞こえるようなやつ、うん、じゃーんじゃーんって、うん、はい、まあ、ここも切り替わってるポイントですよ。はい、はい、で次やっときました、サビです。サビ、はい、でサビの最初の方は、さっき紹介した18秒のカッティングと同じ音だと思う、うん、あ戻ってきて、そう、じゃあ一回そこを聞いてみましょう。はい、じゃあカッティングの同じ音に注目、いくよ。うんうんうん、軽快な、なんかこっちと混ざる。まあそうですね、まあ音サビなんでやっぱ分厚いんだけど、うん、まあ、その中にもそうそうカッティングチャカチャカなってるのがいるよね、いる、うん、でここもまあまあすぐ切り替わるサビで、はい、おサビの途中で1分32秒なんですけど、うん、ファンキーなカッティングから、うん、まあ、ポップスオブリガードを弾くリードギター、あ、なんかあったの、あれか、伏線率か、そう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 、伏線率、裏で同じようなメロディーをやって、そうそう、同じような違うメロディーをやってって何て言った、オブリガードの、うん、そう、それを弾くリードギター、リードギターで、ね、今回は結構ドライブ寄り、あ、チャカチャカしてる、そうそう、ロック寄りの音になるんで、うん、一回じゃあそこを、はい、注目して聴いてみよう、いくよ。うん、あ、なんかザ・小笹さんみたいな、そう、ヒゲダンの音だ、ヒゲダンのフレーズな気がする。そうそうそう、それもフレーズの変化もそうだし、うん、音も全然違うでしょ、うん、いや、これ楽しいよね。あ、そう、あの、全く多分聞いてて飽きるのない、聞いてる人は楽しいけど、いや、だってさ、やってること楽しいのかな、こんな色々できんのってギターだけなんですよ。ああ、まあそうか、簡単に、そこの長所をどうやってできるの。そう、ギターってこういう楽器なんですよっていうのを、うん、いや、聞いてて絶対楽しい、これは。そんな簡単なの、こんなカチ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 あのね、小笹さんは多分そういうシステムを構築してるんですけど、スイッチャーっていうのがあって、へえ、あのボタンにプリセットを組めるんですよ、この流れでみたいな。そう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 、このボタンを押すと、これとこれ1と5がオンになります、うん、で今度、もう一個別の隣のボタンを押すと、うん、今度は3と5がオンになりますみたいな、うーん、そう、信号が分かれてて、あれか、マルチエフェクターで5個くらい押すやつはあるの。そう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 、それであの一個一個プリセットが組めるんですよ、ね、へー、なんで切り替え自体はそんな難しくない、うんうん、でサビは今のが2周続く、今の切り替える感じが、うん、そうで、サビの中でも4回変わってると。で次これ、まあ、何番まであるの。え、まあまあまあ、もう半分ぐらいかな。2に続けた方がいいんじゃない、これ後半に続けた方がいい。あ、まあ、半分はないか、半分はない、うん、で、まあ、今サビが終わりました。はい、はい、で次、2分14秒。おお、だいぶ済んだ。やっと2分だった、はい、これ何分の切れだっけ。あー、結構まあ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 、大丈夫、4分ぐらい、大丈夫、2分14秒なんですけど、うん、今度もまた、18秒のところと同じカッティングのフレーズなんだけど、うん、音も基本的には同じなんだけど、リバーブを切ってる。あー、ふわーってなってたのもいらなくなる。そうそうそう、もっとタイトな音になる、うん、一回聞いてみましょう。はい、ほっ、この音好きだ。俺もこっちの方が好き。うんうん、そう、俺もこっちの方が好き。あ、そうなんだ。より軽快な感じが。そう、うん、でリズムもなんかキックがいなくなってんのかな。あ、そうはね、そうそうそう、うん、そこの部分で、そう、よりギターが聞こえやすいタイミングで、うん、こっちの方が難しいんだよね、うまく弾くの。リバーブ分かる。ああ、そうだ、ね、エコーない感じ、バレやすい、カラオケのエコーない。そう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 、でもやっぱ雰囲気もガラッと変わるよね、それだけでも、うん、だいぶね、たったそれだけでも全然違う、まあ、これも音色の一つの変化、うんうん、で次は2分47秒。おお、うん、ここは今と同じ音だと思うんだけど、うん、似たような音だと思うんだけど、弾き方がファンク寄りじゃなくてロック寄り、うん、弾き方が、そう、同じ音だけど弾き方がロックの、そう、そうするとまた全然変わった感じになる。かなりロックな高速ピッキングなんで、うん、そこに注目して聴いてみましょう。はい、あ、これか、うん、そうそう、弾き方はロックなんだけど、うん、音がさっきと同じだからロックにあんま聞こえないね。そうそう、でもやってることは結構ロックなんだ。確かに、そう、こういうこともできちゃう。16部で弾いてたかな。
多分そうですね、うんうん、かっこいいよねここも、うん、かっこいい結構ガラッと変わってビームみたいなとこ、ああ分かる分かる、ちょっと伸びやかになって、うん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 、で今の後にまたサビが来るんですけど、またサビで4回変わります、うん、はい、でその後もうここは多分みんな思ったと思うんだけど、うん、急にロックになる、うん、今までのサビの後半のメインの歪みよりもっと歪んだ歪み、最初の一番最初のイントロの音に近い感じ、ね、そこに注目して、はい、場所は、3分27秒、うん、はい、の音に注目いくよ、ほっ、うん、もうストレートロックの音、そうだ、ね、ロックなリフですよね、まあ、曲調もここで、ガラッと変わってる、うん、もうここからもザ・ロックンロールみたいな、うん、そういうイメージですよね。最後の切り替えポイントなんですけど、もう曲の本当に一番最後、まあ、さっきのギターのマイクっていうのを一番ハイが出る状態にして、すごいジャキジャキ言わしてるサウンド、うん、で終わる、リアってこと、そう、うん、リアキックアップで、うん、もう本当曲のいっちゃん最後、うん、4分20秒から変わってるんで、そこを聴いてみてください。はい、ロック地味変の音、確かに、そうそう確かに、でもさっきまでのそのリフの歪みとも全然違う音って分かりますよね、うん、いやもうこんだけいろんなことができるんですよ、すごいね、一曲の中でめちゃくちゃ音変えてるの、そうそうそう、いやこれはギタリストとしては絶対楽しい、聴、いてても結構楽しくない、聴いてんのはめっちゃ楽しい、うん、飽きない全然、うん、なんかもう弾くより作ってる時の方が楽しい、ああそれもある、それもあるここまで変わってくると、うん、そう、うん、だライブでもぜひその音の違いにちょっと注目して聴いてみてもらえると、うん、まあ、ギター好きな人、小笹さんファンは、うん、そういったところも結構注目ポイントになってくる曲かなと思います。なんか手元より足元見ちゃいそう、ね、ギターの人がよく足元見てるのってそういう理由なのか、まあ、エフェクターの種類と、そうそうそう、切り替えタイミングめっちゃよく見てるイメージ、そうそう、何のエフェクター使ってんだろうこういうとこから来たんだ、気になっちゃう、こういうのが楽しめるとやっぱギター聴くのも、うん、楽しくなる、楽しくなると思うんで、はい、ぜひ皆さんもお試しあれ、はい、はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムの「ゲットバックトゥ人生」のギター分析動画でした。このチャンネルではヒゲダンに特化した歌分析や楽器分析毎週アップしてます。ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、リジョイスの中でギターが好きな曲、あーちょっとパッと出てこない、まあ、まあ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 考えてもらって、でも普通に好きだった B サイドブルースのギターも好きで、夏感、B サイドブルースは次回やります、おお気になる、次回多分弾きます、おおちょっと弾いて、めちゃくちゃ気になるそれ、はい、やると思うんで、ぜひお楽しみに、ぜひお楽しみに。で今回のコメントテーマはリズ・ジョイスの曲の中のギター、ギターのギターが好きな曲、 OK、 じゃあコメント欄に書き込んでみてください。もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう、またね。Get back to life.